日本財団が推進する海と日本プロジェクト、千葉県の海に関する情報をお伝えしています。千葉県の最東端、岬にそそり立つ犬吠埼灯台がシンボルの銚子市。この町でクラフトビールを製造している醸造所から海と日本プロジェクトとのコラボによる新商品が誕生しました。それがこちらの犬吠ホワイト IPA。 広い海と空を感じられる場所で本当爽やかに飲んでいただきたいっていう思いから作ったビールになります。味の特徴はですね、ホワイトビールなので小麦をたくさん作ってるので口当たりは柔らかいんですけれども、柑橘系のホップが変わるですね、すごく爽やかな仕上がりになっております。ほのかな苦味と小麦の酸味が心地よい仕上がりになっているというこちらのビール。そしてこのおしゃれなラベルのデザインを担当したのが山武市在住のアーティスト、バルサミコヤスさんです。銚子といえば海、犬吠埼灯台、犬吠テラス、そしてビール。ぜひ銚子の新しい地ビール体験してみてください。輝く太陽と犬吠埼灯台をあしらったデザイン、銚子の海と町を100年以上守り続けてきた犬吠埼灯台に捧げる思いがクラフトビールに込められています。またこのビールの売り上げの 1% は寄付され、ビーチクリーン活動などに役立てられるということです。銚子にも行ってみたいなと思うようなきっかけになってくれればいいですし、まあ、海を守ろうとかですね、本当にこう、みんなでこの地域資源を残していきたい、海とか大自然を残していこうという思いをみんなでシェアできたらいいなって一番強く思います。海と日本、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。